ねは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 ねいつもの宇佐美、滝の社の宇佐美で、宇佐美さんでキャビンを洗わせてもらったんで、キャビンは結構綺麗で来たんだけど、お、鳥が。箱は結構汚れたんで、アンダーと、下回りと、キャビンだけ、箱は洗います。で、これ、ついでにフロントも洗いました。虫はまた結構ついてたんで、結構綺麗じゃないかな。ということで、これで終わりです。はい。雨降るんでね、こっちにしろ。まあ、結構綺麗でしょ。滝の社で上がってきたから。よし。こんな感じで。バックオーライ。バックオーライです。台風が来るんで、拭き取りはしません。どうせまた濡れるし、汚れるし。とりあえず綺麗ならとりあえずは OK ということで、これで車庫へ戻ります。OK、 家帰ったらもう明るくなって、空がなんか3時57分だけどだいぶ明るくなってきたんで、家帰ってきたらもう家帰ったらもうとりあえずソル君の散歩でも行っちゃおうかなって感じがします。はい、本日からゴールデンウィークです。5月28日、こんな感じで楽しみます。24年5月の28日火曜日午前6時、マイナス終わって太陽で、箱だけ洗って、頭ちょこっとか、ちょこっとだけ洗って、入ってきて、ソルの散歩をしております。ソル、そんな感じで、今日から3連休です。ってことで、台風1号が来ているので、出かけようか。本当今日ソルと東走り、せっかくのゴールデンウィークなんで3連休なんで東走りしたかったんだけど、台風一号どうだか、ま、様子を見て午後ぐらいから、ま、ソルと一緒に出かけられたらいいなぁとは思ってるけど、できれば1泊2日で行きたいなと思ってます。なんか顔がちょっとむくんでるのかな、これハットかぶってるから。はい、こんな感じで25分、6時26分雨が降ってきました。羽生もついに雨が降ってきてしまいました。まあでもそれ、あ、ももちゃんがいる。それももちゃんがいるよ。でもまあなんとかそれの散歩間に合ったから大丈夫かな。はい、こんな感じで、ももちゃんがいる。ももちゃん、それももちゃんがいるよ。ダメだ、雨降ってきたから帰ろう帰ろう帰ろう。24年5月28日火曜日、ゴールデンが入ったってことで台風1号来てるけど、ソルとじゃん、キャンプ道具、あ、いろんなもの積み込んで、ソル君と、はい、まぁ、ちょっと台風なんでどうかわかんないけど遊びに行きます。ということで、ソルと今、ドライブ中。今、ここは目沼、利根川です。はい、こんな感じで、まだ出発したばっかり。時間はもう2時40分。2時に出てきたからね。だいぶ遅かったけど、はい、とりあえず、前橋のペットのアミーゴ寄って、その後、
先にコマを進めたいと思います。とりあえずは前橋のペットアミーゴまで。ソル、行くぞ。ソルちゃん、おいおいおい、楽しんでんなお前な。はいはい、そんな感じです。はい、ソル、ペットのアミーゴに到着しました。前橋です。疲れたな。はい、ペットのアミーゴドライブスルー中です。はい、ソルちゃん、ソル、動くよ。はい、動こう。はい、ありがとうございます。うんとね、そのままもらって、うん、はい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 、ありがとう。ありがとうございました。お待ちしております。はい、行くよ。これ俺の。はい、ありがとう。ほら、俺の。すぐ飲まないよ。赤木方面サービスエリア。入んない、入んない、そっち入らない。で、シャワーないから、入んないよ。はい、おいで。赤木サービスエリア。台風前でちょっと雨がシュッと降り出した感じ。はい、それで。入んない、そっち入んない、入んない。嬉しいな、分かるけど、それでもな。あんま入んないよ。このまま行こうかなと思ったけど、アルミホイルやっぱ20インチ40。乗り心地は良くないです。俺だけだったら別にいいんだけど、やっぱソルもいるんで、ソル君のこと考えると、やっぱ高速走行はちょっと、ソル君には負担が大きいかなと思うんで、下道でとことこ帰りたいと思います。